ダメだ。なんもやる気出ねえわ。ああ、楽しかったな。東京ゲームショー。終わっちゃったよ。終わっちゃったよ、東京ゲームショー。もうね、なんもやる気出ない。東京ゲームショーロスですよ。ね。略して、TGSLOSS。略してねえだろ。ああ、もうダメだ。全然やる気ないわ。この、東京ゲームショー終わりにだよ。洗濯機は俺回したんだよ。ひょっとしたら音ブイーって聞こえてるかもしれませんけど。そんなやついる？ね、この東京ゲームショーロスのこの状態で洗濯機回してるやつだって人類でいねえんだよ、俺ぐらいしかさ。ああ、もうなんもやる気しねえわ。メール来たな。なんだべ。もうね、あれでしょ、どうせチェーンメールだろ。チェーンメール、この野郎ね。あれ、え、あ、なんかプレイステーションからメール来た。え、なにこれ。え、PS5 俺当たった。いや、俺まだ応募してねえな。え、なにこれ。 PS5 の本、え、体験動画公開企画。人気 YouTube チャンネルのクリエイターにプレイステーション5を体験いただき、その模様を10月4日からチャンネルで順次公開していただきます。うらやましい。なにこれ、うらやましい。なにこれ、うらやましい。なにこれ、ちょ、すごいうらやましい。ずるいずるいずるい。すごい人たちばっかりだ。俺も呼んでよ、それで俺も呼んでよ。どうしてもやってくれんさ。なんで、どうしてこんな東京ゲームショーロスのこの心痛んでる時にどうしてそんな、あーもうダメだ、これもう嫉妬の炎がすごい、嫉妬の炎が。どうして僕が来たなんかじゃない、信じてくれよ。どうしてだよ、どうして。あぶねえ、危なかったね、今ね。危なかった。寂しさと嫉妬が一気にぐわー渦巻いて、根こそぎ持ってかれるところだったよね。あぶねえ。やっぱり人ってね、弱ってる時にね、やられるから、みんなも弱ってる時は十分気をつけてね。いやー、 C3PO が来てくれてほんとよかったよね。 C3PO ちょっと擦りすぎなんじゃない最近って思ってるね。いや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 、まだまだ足りないから、全然もっともっと出していかないとね。そのだってまだ来てないじゃない、その C3PO の案件がさ、ね、それ来るまではやとにかくね、いやー、まあなんだ、うん、まあ東京ゲームショー終わって寂しいけれども、俺には東京ゲームショーの思い出があるんですよ。その思い出かみしめて、ちょっとね、そのなんだろう、寂しさを紛らわせたいなとちょっと思ってますね。それこれですね、これ。あー、僕と彼女の診察日誌ね。これがどうして東京ゲームショーの思い出かっていうところに関しては、これを見てくれれば、これこれこれを見てくれれば、そこそこわかるかと思います。とりあえずこれが、とりあえずこれが、俺の唯一の東京ゲームショーの思い出なんだよ、これが。だからもうしょうがないんだよね、この、これやるか、仕方ないな。そんなに気は乗ってないんだよね。ドスケベな顔しやがって。いや、ま、違う、これ医療系のゲームだから多分硬派だと思うんだよね。だからその横にあるね、僕と彼女の研修日誌もまあまあ硬派だったから、多分その系譜でいくとこれもかなりなんかダークソウルライク、ウィッチャー3的な感じの、その重い重厚なストーリーが待ってるっていうか。
これをちょっととりあえず手つけていって寂しさを紛らわしていきたいと思いますね。もうね、その代わり一応念のためあれしとくけど、スケベだったら即やめ。スケベだったら、ま、ないと思うんだよね。ないと思うんだけど、硬派、あれ硬派じゃなくねみたいな空気感出してきたら即やめ、即やめしますね。けしからんかったら即終了、僕と彼女の診察日誌ね。まあ、まあ、あえて言うと、もうオープニング画面でパンティが見えてはいるんだだけど俺のワイプで隠れてるから、そこはセーフにしておこうね。そこはセーフ、もう本来であればここで終わりなんだけど、俺のカットインでそこは隠れてるからね、それはセーフとしてやっていこうかね。初めからだ、来い、重厚な物語、最初から始めるのね。カモン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 、オープンワールドか、このゲーム。テキスト読むだけのゲームだけどさカモンカモン、出たー、空からの、空から始まるゲームは大体けしからん空を見ながら主人公が語りから始まるゲームって大体そういうことになってくるよな。6年間という長く続いた医学部での学生生活、それを無事に終わらせて国家試験にも合格し、天上大学病院で研修医生活を始めて数ヶ月、俺、白沢拓也もそろそろこの生活になり始めてでも慣れたと思ったらもう配置換えなんだよな。次はどこになるんだか。目の前にあるのはここら辺では一番と言われているほど設備の整った大学病院だ。ここに赴任してから3ヶ月、ようやく慣れ親しんだ整形外科から今日付で他の科へおかしいだろ、もう主人公がなんかすっげえ順風満帆でさあ、おかしくね、なんなんこれ。もう普通に医者になって、何、年収1000万2000万クラスで、最終的に開業医で奥か、おい、なんだこれ、鼻につくわ。あ、しまった、そっか、違った、そうじゃないよね、そうじゃないよね。で、医療のゲームでもそれしょうがない、どうしようもね、そんなもんしょうがない、そう気にしたってしょうがないよね。その、なんだろう、その、裁判を題材とした映画とかドラマで主人公たちが弁護士とかだったら、こいつらすげえ金持ってんぞとか思ったってしょうがないわけでしょ。俺バカだわ、そんなことより話のもっとね、大事な部分、そこ見ていこうよ、ね、これから起こるいろんな事件、珍事件ある意味珍事件バカ野郎俺自身は個人医院を経営している家の次男坊は、ふざけんな、なんなん、は金持ちの家のボンボンじゃねえか、はしかも次男、必ずしも家を継ぐ必要もなく、ある程度自由にもやれるけれども、医者の家系だから自分も医者、おい、ちょっとさっき以上に嫉妬が俺渦巻いてるから、どうやらもともと知り合いだった人が指導員になってくれるみたいですね。いやー、それはでも心強いよね。ちょっとやっぱりそのね、全く知らない人とかよりはね、いい展開だね。うん、これでどんどん医療の話が進んでいく感じになるのかな。これはもう東京ゲームショーセールで買った甲斐があったな、このゲーム。本当にマジでよかった。あ、いよいよ対面の時が来た。対面。遅かったわね。おい、いいか、おい、これいい加減にする。おい、ちょ、おい、先生、もっとこうキュッキュッて締めて、上の方まで締めて。なんかそのメロンパンが2つ見えてますからね。しかもくす、どこにほくろあんだよ、おい、お前。なんだそれ。どういう、どこにほくろついて。真面目に行こう。本当。それ、白沢をいじめるのは楽しいけれども。のんびり昔話をしている場合でもないもんね。指導医としてのお仕事はちゃんとしないと。ああ、そう、そういう系ですか。
へえ。ああ、はい、よろしくお願いします。せっかく私が指導してあげているときに、研修を受けてる側のあなたはどこを見ていたの？いや、別に違う。そんな、たまたま目がそっちに行っただけ。それ別にいやらしいことを考えていたとかではなくて。私の胸元かしら、それとも太もも、スカートの奥を覗こうとしたんじゃないでしょうね。あえて言うならその3つを順番に見ていたから。でもその見ていたっていうのはあくまでも冷静に医療の観点から分析をしてただけであって、どこを見ていても研修を受ける態度としては不適切だと思うけど。態度自体は確かにそうだったかもしれないですけど、脳内の中で考えられていたこの仮説と検証の繰り返しは医療で大きな発展に役立っていると。でも私、そういう男を踏みにじっていじめるのが一番好きなの。お願いします。いやもうちょっとさ、もう医療にちょっとごめん、集中できないっていうかさね。いや俺としてはもう医療の方、医療もう医療の現場を体験する、そのリアリティシミュレーションゲームとして扱いたいんだけど、どうもねゲームのシステムがそれをね許してくれないんだよね。何鼻に血詰めてんのかって。いや違う、これこういう鼻毛が時折生えてくるんだよね。あ、本当にディシ。これ今日の動画これどうすんだこれ。ディシ。今日の一言。いやこのチャンネルね、こういうこともたまにあるんですよ。はいね、最近登録していただいた皆様、こういうこともあります。すいません。